人物、金をテキサスへのルークです昨日、私の動画、下にリンク先を貼っておきますけれども、そこでご案内した深田萌絵さん、東京地検に約5時間いてですね解放されました。<coughs> まあ、解放された時、き、ま、またその後の彼女のスピーチのリンク先も貼っておくので、ご覧になってください。まあ、あの彼女によると、まあ、近々、まあ、起訴されるんじゃないかと言っていました。 それは置いといて実はですね今日私、えー、この動画を始めて2年目になります去年の7月28日に中野塾長から背中を押されて動画を始めましたそれ前は同じく中野塾長の低音学実践講座で2018年1月27日今から3年6か月プラス1日前なんですけどもね 情報発信であな,たあなたのブランド力を高めようということでその日から毎日ずっとですねこうブログを始めたんですねで1年前に、まあ、YouTube をやり,なさいやりなさいということで、まあ、そのブログの中に動画を埋め込む形、まあ、1分ぐらいの動画ですけどもねあの、まあ、最初の動画とその時のブログを、まあ、下にリンク先貼っていくので <laughs> 見てください、えー、まあ始めてですねそれからずっと毎日 動画をアップし続け日によって2本上げたこともあってですね今までにこの1年で370本動画を上げましたそのうち2本は1本は今年の7月9日にクラブハウスのクラブハウスでテキサス不動産を語るという動画でこれはクラブハウスの規定に反するということで非公開になっておりますご興味のある方はリンク先をお知らせしますので連絡してくださいでもう1本は 同じく7月の11日に新型コロナワクチンは人体実験か全てのワクチン即時中止を求める専門家たちという動画が見事に削除されてこれも見えない状態になっていますですから公開されている動画は今のところ368本ございます、えーまあ、そのワクチンなんですけどもね昨日も緊急事態宣言下の東京都で、えー、過去最多ですよね 2,848人の新規感染者が出たと第3波を、まあ、1月の第3波を、まあ、もう超えるという数で、まあ、どんどん感染者が増えてますで、まあ、ワクチンを打ちましょうということでですね、えー、なんと、まあ、河野太郎さん、えー、もう私のね大好きなゴルコ1ンにまで、えー、こうですねワクチン接種を依頼してしまって、えーまあ、打ったんですけどもね 『ゴルゴ13』っていうのは、えっと、私今から25年前にあの山本又一郎さん、まあ、世界的に有名なプロデューサーなんですけどもね、まあ、彼はもともと斎藤プロダクションにいて『ゴルゴ13の』あの、まあ、映画、まあ、アニメの映画ですねアメリカに持ってきましたそんなこともあってもともと『まあ、ゴルゴ13』大好きなんでね「ゴルゴ13」もワクチンを日本政府の依頼で打たされたかっていうね感じなんですけども。 ただ今ですねあのワクチンを、まあ、接種を完了しているのに、まあ、感染するというです、ねまあ、ワクチンブレイクする方がどんどん増えてるんですね例えばロサンゼルス今、まあ、新規デルタ型の新規感染者が増えて、えーまあ、マスクを外していいよっていう話だったんですけども今もマスクはしなくちゃいけないということで皆さんロサンゼルスはマスクしているんですけども、えー、新,規新規感染者の2割はワクチンが もうすでに完了している人がなっています。<laughs> とはいえですね、行政の方はワクチン接種は重症化を防ぐということで今、どんどんこのワクチン接種を義務化しようという動きがあります。例えば、そのカリフォルニア州は州の全職員を対象にワクチン接種を義務化しようとしています。全職員というのは例えば、まあいあの 医療従事者とかですねあとはまあ介護施設で働く人とか、えー、まあホームレスの避難所で働く人、まあ、あるいは刑務所で働く人そういう人も全て含めてまずはワクチンのまあ義務化とニューヨーク州はですね <laughs> まあさらにまあ警察とか、えー、まあ学校の先生、えー、とかですねあカリフォルニア州もまあ学校はワクチンを義務,義務化しますけども、まあ、そうやってですね、えー、まあワクチンを接種させてそのワクチン パスポート、ワクチンの証明書をこう見せろという形になってます。まあ日本でも7月26日からこのワクチン接種証明書の申請が始まって、もう手数料も無料無料でですね、あの発行するから、まあどんどんワクチンを打ちましょうという形になってます。まあヨーロッパの方はさらにひどくてですね、ワクチンパスポートがないとまあいろんな生活に不自由が出るような状態になってます。 アメリカは例えばテキサス州のようにワクチンパスポートに反対している州もいくつかあるので連邦レベルとしてはこのワクチンパスポートは強制できませんけれどもとにかくワクチンを打ってくれということでテキサス州も私のよく行くウォールマートを含めてですねそういったところでワクチンが無料に接種できるっていう会場を、ね、どんどん広げています。ももっとひどいののはです、ね、12歳未満の子どもたちにも ワクチンを打たせようとしていますこの間から12歳未満とかあるいは3回目のワクチン接種それをねどんどん進めるためにアメリカ政府もファイザーを2億回分ですね新たに追加調達しましたそういった形で世界の流れがどんどんこのワクチンを打たせようそしてワクチンパスポートをみんなに持たせようという流れがあってですね まあ、ワクチンをま打たない派の私としては、もう肩身がこうどんどんこう狭くなってですね。まあ、これある意味、まあ,あの本当にま差別状態になってくるんじゃないかと心配している次第でございます。以上、テキサスのルークでした。チャンネル登録よろしくお願いします。